起点の広島市役所前交差点国道181号、国道183号終点鳥取県米子市、公海堂前交差点国道183号は、広島県広島市から鳥取県米子市に至る一般国道である。広島県三好市40間町付近広島市と米子市を直結する国道であるが、半分以上の区間が国道54号、 国道180号、国道181号をはじめとする他路線との重複区間であり、単独区間としては、実質的には、広島市内の国道54号の祇園振動、壁バイパスの旧道と広島県三好市と鳥取県、日野郡日野町を結ぶ路線となっている。三次市から小原市までは、中国自動車道に沿うように走行する。小原市から広島、 鳥取県境の鍵がかり峠を経て、甲府町に至るルートは、中国自動車道小原インターチェンジと、米子自動車道甲府 IC を大きく、ショートカットする形となっており、松江自動車道開通までは、広島米子線のメリーバード号が、小原愛北で国道183号経由のルートを利用していた。この区間では、地域高規格道路である、 甲府山次道路が本路線のバイパスとして整備が行われている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。甲府山次道路高道路国道54号との分岐、広島県広島市中区上谷町橋梁道の駅24時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、 作成2010年調査と2015年調査の間の2013年3月30日に松江自動車道が全線開通し、特に小払い北の交通量の減少が見られる。広島県広島市西区三崎町国道180号との分岐鳥取県日野郡日野町。ありがとうございます。